マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたはこんなことないですか？毎日仕事や家事、育児に追われて、ついつい適当なものをつまみ食い、その一口、間食が太る原因なんです。でも、何か食べて落ち着きたいってことありますよね？そこで、今回のテーマはこちらです。ダイエットにおすすめの痩せる間食トップ5、詳しくお伝えしますね。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの間食で痩せることができるのか、その詳しい理由と、2つ目、痩せる間食トップ5、1つずつ詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの間食で痩せることができるのか、それはズバリこちら、あなたの腸内環境を整えてくれる食材だからなんですね。すっごく大事なんです。まず優先順位、あなたの腸内環境を痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類や量を増やしてあげることがダイエットの最速最短成功する鍵なんですよ。逆、いつまでもデブ菌ですよね、悪玉菌たちが住み着いているような腸では、あなたはその時は痩せたやったって 2,3 キロ落ちたねーと思ってても、あっという間に油断すると太ったってことないですか？その繰り返しの方は、あなたが終わるのではなくて、あなたのお腹の中です。悪玉菌を住み着いているからこそ、どうしてもどんなに頑張っても結局は元に戻るという。なぜか、それは悪玉菌たちが大好物の餌があります。甘いものとか脂っこいものとか添加物たっぷり、そういったものを入れてしまいますと、まずあなたの味覚が異常になる。そして医師とは関係なく、甘いもの、要は太るものがいけないって分かってるけども、やめられない、止まらないってなってしまうわけですよね。だったらどうすればよいか、簡単です。逆、痩せ菌たちの大好物を食べてあげればいいわけですよね。そのためにはやはりちょっとつまむものがですね、結構原因なんですよね。ちょっと菓子パンとか、ちょっとクッキーとか、デブ菌たちが喜ぶようなものをちょこ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 、量は食べていなくても、その完食したことで、あなたのお腹の中にデブ菌がいっぱい増えてる。そこを今からお伝えする痩せる完食で補ってあげることで、あなたは痩せ菌を増やすことができて、結果根本的な痩せ体質の状態で痩せることができます。では2つ目の項目です。ここからは痩せる間食トップ5ということで、普段私も間食として食べているものを5つ詳しくご紹介していきます。まず1つ目はこちらです。オーガニックの水入りの3種のミックスナッツということで、カシューナッツ、クルミ、アーモンドが入っているんですが、よく見てくださいね、食べかけです私のごめんね、まあ普段食べてますから、まあ、もうちょっとでなくなるなと思って買いに行かなくちゃなと思っていたので、この撮影にね、まだ残っててよかったなと思っております。でこういったですね、ナッツといっても間違ってはいけません。完全な無添加で、しかもオーガニック栽培を選んでくださいね。すっごく大事ですよ。でまずナッツはですね、よくロカボ食品って聞いたことあると思うんですけれども、要するにこちら、低糖質の食材のことをロカボ食品って言うんですよね。これは何かと言いますと、もちろん太る方っていうのは使ったカロリーよりも大きく、多めにね、カロリーを摂取したことで太るわけなんで、その差でですね。けれども今はそのカロリー云々もあるんだけれども、実は一番太るもとはこの糖質だって言われてるんですよね。糖質がやはり太る一番の原因なわけです。そんな時にですね、例えばバタバタしてちょっと、あ、なんかもうつままなきゃと思ってちょっとおにぎり食べるとか、ちょっとパンつまむとか、それが糖質度がめちゃくちゃ高い。麺類もそうです。だってたったかけうどん1杯でスティックシューが14本分ぐらい入ってるんですよ。ゾッとしますよね。お米もしかしてお茶碗だって、それお茶碗1杯分のお米だってすごい糖質量です。変わらないぐらいの。だったらどうすればよいか、そういった糖質たっぷりのものでパッと補うのではなくって、低糖質のものを間食とにどうしても食べたい時は、こんな風にナッツでしたら噛み応えも抜群なので、よく噛んでいただくと満腹中枢も刺激されて、すぐにお腹を満たされて気持ちも落ち着いて、その後爆食いにならなくても済みますからね。
頑張った時にああもうなんか食べたいって思った時は低糖質のものを選びましょうということで、ナッツを召し上がっていただくと、まずは太るもと糖質が少ないということと、脂肪燃焼効果があり、そして悪玉コレステロールを減らしてくれたり、代謝が上がってあなたは燃えやすい体に生まれ変わることができるんですよね。しかも栄養がある、すっごく大事です。栄養不足の方は太ります。なぜか、痩せるホルモンの材料がちゃんと取れてないからです。なので痩せようと思ってお野菜ばっかり食べてる方は太るのは当然、痩せホルモンを作ることができていないからなんですよね。なのでまずはお食事も大事ですが、どうしても食べたくなった時の感触としては、この低糖質の無添加のオーガニックの素焼きのナッツがおすすめです。では2つ目のおすすめの感触はこちら、ゆで卵になります。これは一押しです。なぜかというと、このこんな卵1個で食物繊維とビタミン C 以外の全ての栄養がこの一つにギュッと詰まってますから、まずはここでしっかりと栄養不足を補うことですね。特に化学調味料、人工甘味料など気がつかないうちにいっぱい今まで溜め込んできた方、食べて飲んだりした方っていうのはもう本当にですね、内臓を痛めてますよ。ということはあなたは食べても食べても栄養を吸収することがもうできなくなってるわけですよね。で結果食べてるようでも実は栄養不足ですっていう方が多いんです。そこでこの卵は完全栄養食品ですから、まずはですね、ゆで卵ってたくさん作って冷蔵庫でストックできますよね、まあ、2、3日以内に食べきっていただきたいんですけども、なので菓子パンパッとつまむ代わりにこの卵1個召し上がっていただきますと、栄養も取れる、タンパク質が豊富なので食欲もすぐ収まる、一石二鳥です。しかも腸内環境も整いますから、ぜひですね、間食にはこのゆで卵おすすめです。ではおすすめの3つ目の間食はこちらです。じゃん、無糖のヨーグルトですが、私の一押しはこのオイコスヨーグルトなんですね。無糖のオイコス、プレーン砂糖不使用タイプなんですけども、なぜ私がこれを選んでるかと言いますと、あの市販のまあ一般的なヨーグルト、この1カップに比べてタンパク質量がほぼ3倍あるんですよ。 12g も取れます。なので普通のヨーグルトをせっせと3つ食べるぐらいだったら、カロリー的にも栄養的にもこのオイコスヨーグルト1個食べた方がいいわけです。ということでタンパク質が3倍ある、腸内環境を整えてくれる発酵食品ですよね。もちろんベースは乳製品ですから、摂りすぎはいけないです。摂りすぎは良くないんですけども、この乳製品が発酵している状態だからこそ、やはり腸内環境の痩せ菌たちの大好物に変わってますから、牛乳ではなくって、やはり私はこのヨーグルトになった状態をおすすめしたいと思います。で、なんといってもこれすごいのに、脂質がゼロ、タンパク質 12g、 脂肪がゼロで、1カップ71キロカロリーたったのっていう、これはいいです。ですから間食でどうしてもね、お腹すいたって食べたい時はこんな風にこうしっかり卵もそうです、タンパク質取れるとそれ以上食べなくても落ち着きますし、何よりも栄養が取れる、そして発酵してますから痩せ菌を増やすことができるので痩せます。ではおすすめの4つ目の間食はこちらです。あたりめですね。原材料がスルメイカのみ、食塩も何にも、もちろん化学調味料ですね、調味料かっこアミノ酸となんて書いてある紛らわしい化学調味料が一切添加されていない無添加のイカを選んでください。でこれはですね、イカってすごいんですね、ご存知ですか。タウリンという成分がめちゃくちゃ多いので、血液中の悪玉コレステロールを退治してくれるんですよね。で結果血液をサラッサラにしてくれる効果があるのがこのイカで、しかもそうなるとサラサラになるということは巡りがアップしますから、新陳代謝が上がります。その結果脂肪を燃やす力もアップするということ、そして何といってもね、これタンパク質取れます。これもタンパク質がしっかり取れますから、食欲を抑えることもできますし、何よりこの筋肉ですよね、この筋肉を維持するためにはタンパク質必要です。
維持することができれば代謝もキープできるわけですから、もう一石二鳥三鳥とありますので、ぜひ完食したいときはこの当たり目かっこ必ず無添加でお願いしますね。しっかり噛むことです。またここで噛むことで満腹中枢を刺激させて食べ過ぎ防止につなげていきましょう。では最後5つ目のおすすめの完食はじゃん、こちらです。オーガニックの干し芋になります。こちらたまたまのイオングループのグリーンアイシリーズオーガニックで見つけたんですけども、こちら柔らかくて美味しいです。まあ、いろんなね無添加の干し芋を売っていると思いますが、メーカー問わないです。まずは原材料がさつまいものみでできている干し芋を選べばまずは丸です。で、まあ、さつまいも原料ですよね。さつまいもはなんといっても栄養価も高いんですが食物繊維が豊富です。まあ、便秘解消、そのことで腸内環境を整って、まあ、善玉菌が増えていくわけですよね。脂肪の蓄積も抑えてくれますし、これも食欲を抑えてくれる効果がある食材なんですよ。そしてね、血糖値の急上昇グッと抑えてくれる効果があるのがこのさつまいも。でしかもさつまいもダイエットって私別の動画でもお話ししてるんですけれども、じっくり時間をかけて温めたような、もうまさに焼き芋がですね一番太ります。ただし一旦加熱しても冷めた状態のこういった干し芋の方が太る元の原因がねぐっと抑えられてますから、召し上がるなら冷めたさつまいもを召し上がってください。でただこう干し芋になってますから食べ過ぎ注意ですね。はい、ですので量に気をつけながらこのさつまいもでできたこの干し芋を無添加のものを選んで適量よく噛んで召し上がってください。さあいかがだったでしょうか。今回はついついつまんで食べちゃうっていう時に痩せる間食を5つご紹介しました。いずれも量を守りながらよくよく噛んであなたの日々の健康とダイエットにお役立てくださいね。今日のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際食べてみた飲んでみたなどなどご感想コメントにいただけるともめちゃくちゃ励みになっています。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。